姉川の戦いで勝利を得るも浅井朝倉の討滅には至らず、周辺勢力をも巻き込み戦局は泥沼化していった。そんな中、浅井朝倉への加担を表明し信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。再三の警告にもかかわらず、比叡山は態度を改めず、雑賀衆までも引き入れて信長を挑発し続けていた。業を煮やした信長はついに比叡山攻めを決めるが、織田家中には反対の声も少なくなかった。比叡山焼き討ち。信長様、言いたかねえが、家中の奴らはみんな比叡山攻めに及び腰のようだぜ。あの寺の権威は当代随一、手を出せば地獄に落ちると真面目に信じてる者も多いですからね。久秀殿はどう思う？そんなだけの権威に何の価値がありましょう。まさしく新たな世の異物、焼却が妥当かと。焼却って、おい、焼き討ちなんかしたら織田家の評判は最悪なことに。評判がどうなろうと構わん。もう決めたことだ。比叡山は浅井朝倉に加担している上、雑賀衆をも引き入れている。雑賀孫一は貴重の敵の一人、見逃すわけにはいかん。三太夫、こたびはお前らの力を借りたいが、どうだ？お安い御用で、万事この三太夫にお任せを。俺のやり方、見せてやろう。きっちり働いてやるよ。不機嫌そうだね。焼き討ちに決まったことが気に入らないの？そういうこっちゃねえよ。信長様が考えてることも分かってるつもりだ。とはいえ、新たな世を切り開こうってのにさ、やり方がちょっと無謀すぎねえかなって。オイラが天下を目指すなら、もっとこうお祭りみたいによ、賑やかにやるけどな。じゃねえと、せっかく天下を取れたって思い切り笑えなくねえか？じゃあ秀吉が天下を目指すときはそうしなよ。僕もそういうやり方の方が好みだしね。ほう、じゃあそうすっか。ああ、いやいや、天下を取るのは信長様だっての。
この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある三箇所の塔を制圧しろ。二度と立てつかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、手はずは整っていいよな。万事に限りなく俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんでね。帰ろう。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。火攻めの邪魔となる敵がいるようだ。先に片付けておけ。三太夫以下伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。先手を打たれたか。みんな出会え。雑魚どもが死に急ぐか。東側にも火を放て。邪魔する者に容赦はいらぬ。あんまり気が進まねえが、信長様のご命令じゃ仕方ねえよな。よし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。という非道な真似を許さぬぞ。開門。開門。片付いたな。先を急ぐぞ。お見事。我らも役目を果たしましょうぞ。この程度では足りぬ。さらに火を放て。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだで、むせ返る。だいぶ敵の数を減らせたようだ。片付いたが、こんなことして大丈夫かね。ほら、焼き払え。火がついたぞ。こっちに来るな。罰当たりどもめ。開門。あちこちから火の手が。いずれここも焼かれるぞ。その前に逃げろ。開門。根本中道の門が開いたようだな。あそこを焼き払わねばこの戦は終わらぬ。根本中道は比叡山の総本堂。ここを死守するのが俺たちの仕事だ。開門。全軍最下衆を殲滅しろ。己信長め、恐れを知らぬのか。害しか生まぬ朽ち果てた権威の何を恐れよというのだ。この武者、わしに付き合い。障害は覗かねえとな。叶う相手ではなかったか。へえ、気合入ってんな。邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ。火を放て。
比叡山が誇る根本柔道が。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。逃げ出してきた敵を追い打て。遊んでやるよ。帰り地でむせ返るぜ。帰り地でむせ返るぜ。これで二度と俺には歯向かうまい。乱世に正しきを示すため剣心水産、信長の非道を許してはならぬ。続け。なぜ奴らがここに。捨ておけん。上杉の将を迎え撃て。外道めが、我ら上杉が蹴散らしてくれるわ。邪魔立ては許さぬ。奴らを撃て。障害は覗かねえとな。耐えきれ、聞かせてもらう。桃地の兄貴にはぬるすぎか。力及ばずか。帰り地でむせ返る。敵将討ち取ったり。ここは引くほかあるまい。へえ、気合入ってんな。ここにいりゃ織田の連中に何をされるかわからねえ。上杉に助けてもらうんじゃ。遊んでやるよ。奴らを逃がすな。敵対する者は残らず撃て。かなう相手ではなかったか。敵将撃ち取ったり。耐えきれ、聞かせてもらう。逃げろ。織田の奴らがこっちに来るぞ。上杉勢と合流する前に撃ち取れ。急げ。急げ。逃げられたか。俺が部活に突出しよって覚悟せよ。くらえ。
奴ら織田の力を侮っていたようだが、これで下手に動けなくなっただろう。織田の勢い、ここまでとは。慎重に進まねば。なんかこの手で撃つべし。開門。剣心が自ら出るよ。奴は軍神と称される男だ。無謀な戦は避けろ。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。消し飛ぶがいい。おい信長、金ヶ崎ではし損じたが、今度こそ討ち取らせてもらえる。そうやはり貴重を撃ったのは貴様か。サイカマゴイチを撃て。くそ、俺も焼きが回ったか。口ほどにもない。逃げおおせたか。次は奴の雇い主を探り出さねば。最下州の加勢も耐えた。もはやこれまで捨て身で参る。この剣心と互角に渡り合うとは面白い。そなたの武堪能させてもらおうか。止めよとて無駄よ。軌道は目に余る。成敗。相手が軍神であろうと、俺の邪魔はさせん。剣神は引いたか。神出鬼没。油断ならぬ相手だ。最大の脅威は去ったようだ。
こたび桃地殿の一派が見せた鮮やかな火付け、見事と申し上げるほかありませんでしたな。とはいえ、あの後手の者に最下孫一を負わせたが、捕らえるには至らなかった。織田殿、申し訳ありません。構わん。真に憎むべきは孫一ではない。奴を雇って俺を殺そうとした者こそ貴重の仇だ。確かに、どうにかして突き止めなくては。必ずや引きずり出し報いを受けさせてやる。